はい、お疲れ様です。カメラマンの横山です。で、今日は、ちょっと明日、電車移動で、ロケの撮影が入ってますので、その装備のちょっとご紹介をしたいかなと思います。で、明日は、お店の外観、外と中ですね、内観の撮影と、あと、プロフィール写真とか、そういったものを撮ってくる予定です。で、その時、ちょっと今回電車移動ですので、できるだけ装備を身軽にしたいなということで、その一例をちょっとご紹介したいかなと思います。で、まずカメラですね。で、メインカメラじゃないんですけど、私の場合は、今回指定で EOS KISS X6i ってやつを使います。これですね、APS-C のカメラになりますね。で、レンズが、お店の中を通りますので、EFS の10から 22mm ですね。で、これが多分標準、基本的なレンズになるかなと思ってます。で、人物も撮りますので、24-105、これを持っていこうかなと思ってます。はい。で、車で行く場合は、例えば24-70と70-200の組み合わせとか、そういったものを使う場合もあるんですけども、割とこう電車移動の時はコンパクトにしたいので、こいつの出番が多くなるケースも結構出てきます。で、あとは、ストロボですね。ストロボも1個だけ持っていこうかなと思ってます。で、基本的にちょっと自然光で撮ろうかなと思ってるんですけども、ちょっとこれを足りなかったりとか、ちょっとアクセントライトを入れたい時なんかは、これですね、カクタス RF60 っていうものを使ってます。で、当然この上につけて使うとやっぱ光が硬くなっちゃいますので、離して使います。ストロボとカメラは別々に離して使うことになるんですが、その時に、このカクタスは、送信機と、ストロボが受信機になってますので、このセットがあれば、ワイヤレスができますので、このセットをちょっと持っていこうかなと思ってます。で、ワイヤレスといえば、これですね、iFi カード。今回の案件では、これを使って撮影します。で、撮ったものが、そのままお客さんの、iPad に転送されて、リアルタイムでチェックしてもらえるような感じになるかなと思いますね。これ何回かやったことがあるんですけども、非常に便利です。で、このストロボの前にこう被せるやつですね。どうしても直接当てると、光が硬くなってしまったりとか、広がらなくなってしまうってケースがありますので、今回はですね、ちょっと機会があれば、このラウンドフラッシュですね。これを試してみたいな、リングを試してみたいなと思います。で、オパライトっていうですね、ビューティーディッシュとかとも言われているんですけども、ポートレート用の、これディフューザーですね。で、これの折りたたみになったものが、このラウンドフラッシュですね。で、通常 BFD ディッシュって、ここ、金属でできてたりとか、傘でできてたりするんで、結構かさばるんですけども、これ、またですね、こういう風に折りたたんで、持ってきますので、電車移動のロケの時には本当に、これがね、便利に使えたらいいなと思って、今回ちょっと、もし撮影に余裕があれば、撮らせてもらおうかなと思ってます。まだこれ実際の撮影では使ったことがないので、今回初めてちょっと機会があったら撮らせてもらおうかなと。で、こんな感じになってますもんね。こんな感じ。はい。で、メインで使うのはこのサンディスクっていうですね、先日ご紹介した60センチのディフューザー。これを基本的には使おうかなと思ってます。で、あとは三脚類ですね。三脚類。これがですね、ベルボンの UT639 ってやつですね。結構重量はあるんですけども、非常にちっちゃく折りたためるので、電車で移動するときには、非常にこれ便利で使ってます。で、明日はですね、ちょっと千葉から神奈川まで行くんですけど、座れるといいなと思ってます。で、もう一つがこれ、ストロボスタンドですね。はい。これを、持っていきます。これは基本的なセットですね。あとあれですね。ストロボのバッテリーの予備ですね。これを持っていきます。で、基本的にはAmazonのですね、バッグに入れて、本当はもっと違うのも欲しいんですけど、予算の都合上でこれで今、ロケに行ってます。で、この中にもうほとんど、この三脚とストロボスタンド以外は、もう全部入ってしまうので、通常ですね、一番コンパクトなセットとしては、こんな感じのものを使ってます。もう一度言うと、カメラとレンズのセットですね。で、予備バッテリー。
で、ストロボ、ワイヤレスストロボと予備バッテリー。で、ストロボのディフューザーと三脚類。まあ、これだけで、ちょっと明日は行ってこようかなと思ってます。はい。で、まあ、撮影機材の方、こう、カメラの中、カメラバッグの中に入れて、まあ、一応閉まりますね。で、こんな感じで閉まります。で、そしたらストロボのディフューザーは結構、他の製品も大きくて、かさばっちゃう時があるんですけども、これ二つですね。この60センチのディフューザーと、ラウンドフラウシュですね。これもカメラバッグの中に入っちゃいますので、こんな感じですね。こんな感じで入っちゃいますので、あとはこれと、はい、三脚とストロボスタンドを別のバッグの中に入れて、この2つだけで明日はちょっとロケに行ってきたいかなと思います。